サンクスギビングオールオブライフ、すべての命に感謝していただきます。ピタマハのナシゴレンには、神様に捧げるための小さな食事がついています。これはまず神様に感謝して豊穣を与えてくださった私たちの命を支えてくださってありがとうございます。その感謝の気持ちをこの小さな葉っぱの上のご飯粒に乗せてあるのです。決して人間が全てを横取りして食べてしまうということは避ける、そういう意味合いの割り、生贄、捧げ物という言葉がバリ島の起源だと聞きました。トリマカシー。